海と日本。日本財団が進める海と日本プロジェクト。この番組ではプロジェクトに賛同し、海を未来へ引き継ぐため宮崎の海の魅力を発信しています。青島小学校の児童など20人が参加して行われたイベント、海で起こる謎をスクープ、台風から私たちが学ぶこと。3日間にわたり海について様々な角度から学び、自分たちで新聞作りに挑戦します。2日目のこの日は、宮崎大学の村瀬敦信助教から台風の時の海の中の様子を教えてもらい、どんな場所にどんな魚が生息しているのかを当てるゲームに挑戦しました。穴場に隠れそうなの。ああ、それは何があるかな。これ、正解。これ、続いて訪れたのは宮崎市漁協。漁協の松浦さんと漁師の森さんに漁の方法や宮崎で獲れる魚について教えてもらいました。定置網漁業は海の中に網をずっと仕掛けておきます。その定置網の中に魚が誘導されて入ってしまうような形の仕組みになっています。これ今日、朝水揚げされたその定置網漁業で堀切峠の下で獲れた魚です。このキビレダチは南の方の海にしかいません。この宮崎で獲れる本当に美味しいタチウオですね。宮崎の海の恵みを学んだ小学生たち、この後はお楽しみのランチタイムです。さあしましょう。はい、いただきます。いただきます。美味しすぎです。海の幸を堪能した後は魚釣りに挑戦。いたいた、マダイ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 、はい、ここ持って、ここ持って、うん、はい、カメラ向いて、マダイマダイ。その後も続々と当たりが。たくさんの魚を釣ることができました。最終日の3日目はこれまで学んだことをまとめた新聞を作ります。宮崎の海の魅力を存分に感じ、大きく成長した子どもたちでした。宮崎の海大好き。海と日本。